次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あ、たがやみちゃん、この前は本当にお疲れ様。お疲れ様でした。まさかお店の大掃除をしていて、ロン毛だった頃のマスターの写真が大量に出てくるとは。私、スマホの待ち受けにしましたよ。違うよ、それじゃないよ。もう悪趣味のいじり方するな。もうそっちじゃなくて、フジテレビチーフビジョナリストの清水俊博さんによる、仕事好きのチームと僕たち浜カフェが11月24日に文化放送メディアプラスホールで開催したイベント、仕事イノベーションのことだよ。分かっていますって。冗談ですよ。魅力的なお客様とのセッション、どれも面白かったですね。ただ私が遅れて会場に到着したのもあって、マスターの最初のセッションを聞きそびれたんですよね。最初のセッション盛り上がったそうですね。フジテレビの清水さんと、そしてあのマーケティング界ではとても有名なファミリーマートエグゼクティブディレクター CMO 兼マーケティング本部長の足立光さんとのセッション、テーマは仕事にイノベーションを起こすにはだったんだよね。へえ、どんな雰囲気だったのか教えてもらえますか。まあまあいいけど、その前にこれを言わせて。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。イベント仕事イノベーションの最初のセッションのテーマは、仕事にイノベーションを起こすには。このセッションに登壇した足立光さんのプロフィールをご紹介します。 P&G ジャパン戦略コンサルティングファームを経て、化粧品メーカーシュワルツコフヘンケル社長会長に就任。その後、日本マクドナルド上級執行役員、マーケティング本部長、ポケモン GO で知られるナイアンティックのシニアディレクター等を経て、2020年よりファミリーマートのエグゼクティブディレクター CMO 兼マーケティング本部長になられました。その他、ヘアケア、ボディケアブランドボタニストを展開する INE 社外取締役、スマートニュースおよび生活協同組合コープ札幌のマーケティングアドバイザーも兼任されています。では、その足立光さんとフジテレビ仕事好きの清水俊博さん、そして我らが入山マスターが登壇したセッションの模様です。ファミリーマートエグゼクティブディレクター CMO 兼マーケティング本部長の足立さんです。皆さん拍手をお迎えください。ということで、セッションを早速始めていきたいと思うんですけど、ここからオープニングセッションとして、仕事でイノベーションを起こすにはというテーマで、ぜひお話を伺いたいと思ってるんですね。これまさにこれイノベーション、ファミリーマートに行かれてからも本当にいろんなこう、ね、ファミマルのね、であるとかいろんなことがされてるなと思うんですけど、イノベーションの第一歩っていうのは足立さんの中でどういったところから始まると思いますか。自分はこれやったらなんか会社としてもっと良くなりそう、面白そうっていうようなことをですね、どんどんやっていく、自分自身のリスクでやっていくってこともあるんですけど、そうすることによっていくつか当たりが生まれて、それをどんどん大きくして横展開していくことで、どんどん確率が上がっていく。そうすると全体が、組織全体がそっちを向いていくっていう、そんな流れだと思ってるんですよね。足立さんが、まあ、もういっぱいあると思うんですけど、イノベーションというか、まあ、その面白いこと、新しいことをやっていくときに、今日のテーマが働く仕事ということなんですけど、はい、なんか一番心がけてることって何かあるんですか。楽しくやることです。楽しそうにやることかな、せっかくには。なるほど。やっぱね、楽しくない人にはついてきてくれないと思ってるし、楽しくない会議では何もそれこそ進化が生まれないんですよ。だからこう笑いから入るみたいなね、ことも含めて、とってもそういう楽しそうにやってる、楽しくやってる、とても大事です。改革には比較的痛みが伴う場合もあるじゃないですか。それでも結構ポジティブにやっていくってとても大事なんですよね。じゃないと
なかなかみんながそっちを向いてくれない。でそれからですね、何かしらうまくいくことはありますね、仕事いろんなことやってると、まあ、当たることもあるし当たらないこともありますよね、はい、で当たったことをちゃんとこうお祝いしてあげる盛大に意外と仕事ってわーっとあるので流れていくんですよ、だーっと、うん、でもちゃんとこううまくいったことをちゃんとこう認めてあげて、かつまあお祝いをしてあげる。例えば褒め、あのお祝いって、ね、普段褒めないんですよ会議ではあんまり、会議で褒めないんですけど、うまくいったやつは盛大に祝うっていう感じなんですよ、ね、で例えばどういうことするんですか、パーティーやったりみたいな、まあ、この2年間はパーティーできなかったんですけど、はい、最近はそういう祝勝会みたいなことをですねやっています。やっぱねそういう達成感ないとねなかなかやってらんないし、うん、やっぱ人は人に認められたい、動物なのでですね、うん、やっぱそこはとても大事だと思っています。うんうん、3つ目はですね、そのうまくいったっていうことはありますよね、うん、それを、まあ、うまくいかなかったことも含めて、なんでうまくいったのか、なんでうまくいかなかったのかをいろんな方に全部共有していくことなんですよ。うん、なので普通自分の担当のものしかうまくいっていかない、またはその理由分かんないんですけど、それをいろんな方と、まあ、関係各部署含めて100何十人出てるんですが、うん、それでレビューしていくことで、うまくいったいかなかったその背景理由、また次への改善点みたいなことをみんなで一緒に学んでいく、うん、そうするとですねやっぱ組織の全体のいわゆるこう知見の拡大っていうんですかね、とても早いんですよね。うん、このどこがうまくいったからこれがうまくいったのか、またはどこがうまくいかなかったから、ダメだったのかってことを共有することは、まあ、正直カテゴリーを超えてとても意味があると思っています。僕足立さんとは実はリアルでは、ね、今日実は初めてお会いするんですけど、そうなんですね。そうなんですよ。だけどSNS でつながってて足立さんの行動見てると死ぬほど移動されてますよね。あ、確かに。まあ、2つぐらい理由があるんですけど、1つはできるだけ実は東京にいるとですね、日本の普通が結構見えなくなることがあって、東京というのはですね特殊なところなんですよ、うん、やっぱり東京にはない、そこには別の世界とは言わないですけど、うん、売れてるもの違うし置いてあるもの違うし、本当に東京は日本の一部でしかないってことを結構よく認識しますね。うん、でもう一つ理由があって、はい、結構いろんな方にお会いしに行ってるんですよ。同じ業界同じ世代だから生まれないと思ってるんですよ。なのでできるだけ違う業界、あと違う世代ですね、上と下両方あるんですけど、あとできれば違う国っていう、この3つをの方にお会いすること結構一生懸命やっています。なんかこう良質な出会いに変えていくコツみたいなことって何かありますか。会いたいと思った方には必要にアプローチして、あともう一回会おうっていう。なるほど、はい、なんですかね、面白い方っていっぱいいらっしゃるんですけど、はい、面白い方には会いたいじゃないですか、はい、でかついろんな違った業界だと全く知らなかったことがいっぱいあるんですよ、そこに。うん、そうすると、あ、これこういうことで流行ってるのか、これが売れてるのか売れてないのか、あ、じゃあこれってうちの業界に当てはめたら何だろうって考える、またそういうパターンなんですよね。うん、若い方ってこうなかなかこう会いたいと思っても先方に会ってもらう理由が弱いんですよね。はい、あ、なるほど。あんまりこうなんですか、実績もある意味ないし、うん、その方々僕も含めていろんな方々いらっしゃって、要はこいつ面白いなと思ったら会ってもらえるんですよ。うん、なので何かしら仕事の僕 人が人に会うのって、まあ、その人に会ったら得か、はい、その人に会ったら面白いかしか、どちらかしかないと思ってて、うん、なるほど。でなかなか若いと自分に会って得ですってなかなか言えないじゃないですか、はい、実際そんな実績もないし、うん、面白いってのは言えるんですよね。なるほど。僕それは自分自身のマーケティングが大事って言ってるんですが、うん、やっぱこう若い方はですね、自分自身をどうマーケティングしていくか、どう面白いと思ってもらうか、またユニークだと思ってもらうか、うん、それは結構大事だと思います。じゃないと、うん、呼んでもらえない。僕足立さんがたまたま今アドバイザーやってくださってるコープ札幌という、まあ、北海道最強の政協の理事をやってるんですね。でそこの、まあ、近江秀明さんっていうトップがいて、で、まあ、よくお話するんですけど、近江さんが入山君、俺今ねジャンプすっげえ読んでたっていうわけですよ。もういい60何歳なんですよ。でいや、どうすか、どういうことですかって言ったら、いや足立さんにとにかくお前らジャンプを読めって言われて、で真面目なんだよ近江さん、で必死になって今読んで、いやワンピースって面白いんだなみたいな話してるんですけどあれが足立さんが実はアドバイスをされててしてくださったんですよね。ジャンプはですね、今流行ってるキャラクターって8割方ジャンプから来てるはず、うん、鬼滅もそうだし呪術廻戦も、今あったスパイファミリーもありますね、うん、なので実は今流行ってる、まあ、キャラクターのことも含めて、まあ、漫画の中身って比較的世相を表してるの でかつ今後2年間ぐらいに流行りそうなもの大体そこにあるんですよ、はい、それ読まないのはちょっと僕としてはですね、今後のトレンドとかを考えていく上でとてももったいないと思ってるんですよ。
イノベーションって結局なんなら毎日どこかで何らかで生まれてるんですよね、うん、なので僕は今何が流行ってるかっていうことに常にこう自分として体験しておくってとても大事だと思ってるんですよ、うん、なぜかというとイノベあの流行ってることというのは多くの人が心を動かされたことなんですね、うんうん、でそれを体験した上でなんでだろうなんでこれが動いてんだろう流行ってんだろうって考えることができるのでとてもそれは刺激になるんですよね、うん、なるほど。こう最後にあの、まあ、会場に向けてでも構わないんですけど、はい、こうイノベーションを起こすにも全部言葉尽きてるような気もするんですけどイノベーションを起こすのにまずこうイノベーションとは何で何をすべきかっていうのを最後こうキーフレーズみたいに言うとどんなことになっていきますかね。まあ、正直あの日本では日本ではというか世界中そうなんですけどイノベーションとリノベーションって結構あの混同して使われていると思ってるんです。でリノベーションいわゆる改善をどんどん進めていくことなんですよね。でイノベーションとしてかというとこう一つにポンと飛ぶ話を僕はしていると思ってるんですが、結構強い思いがあってリノベーションがないところにイノベーション生まれないと思ってるんですよ。なので常に改善していく改善していくまたはいろんなあの分野見ながら新しいものを取り入れて少しずつやっていくっていうことでどっかでポンと生まれるっていうふうに思ってるんですよ。やっぱりいきなりこう飛ぶことだけ考えてなかなかねうまくいかない。ので他の業界でやってることをうちの業界でやったらそれはもしかしてイノベーションかもしれませんよね。ものによってはまあなので改善改善しながらいろんなところに網張ってこっちでやってみたらもしかしてそれはボンといくかもしれない。でもそれは多分日々の改善またはリノベーションの中からしか出てないと思っています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。こういうセッションだったんだよね。自分自身をマーケティングするっていうところ特に印象に残りますね。あ、やっぱり高弓ちゃんにはここが刺さった、うん、ね、というわけさすがねマーケティングの世界のスーパースターだよね。はい、私も本当にその場で聞きたかったなって思います。んでしょ。しかもこれはセッションのほんの一部で実際にはこの4倍ぐらいのボリュームだったからね。いやー充実したひとときだったよ。え、でもマスターその後どこか行ってましたよね。そうそう、まあちょっとね用事があって高弓ちゃんにねその場お願いしちゃったんだよね。でその後はあそこにどんな方がお見えになったの。お一人はカーマインワークス合同会社代表でサンドレット株式会社 EVP CVO 兼 CMO 深田正則さん。ああうちの大常連の深田さんね。で他にはフリーアナウンサーの実石あずささん、葵ランドスケープデザイン主催の吉田葵さんでテーマは自分の仕事を作るにはでした。どう盛り上がった。それはもう大盛況でこんな感じのお話でしたね。改めてこの時間は自分の仕事を作るにはというテーマでお送りします。まずは深田さんから、ご自身の仕事を作るときに大切にしていることというところを、まあ、これまで新規事業を作ってこられた視点も含めてぜひお話を伺えればと思うんですがいかがですか。仕事ってだから本当にあの私の頃っていうかあの昔はこう企業に就職してこう上司からこれをやれとか言われてなんかそれなんでやらなくちゃいけないいけないんですかとか文句言いながらやるっていうねそれが仕事だったんですけどなんか今はもう自分のやりたいこととかやるべきことをどんどんやればいいよねっていうのがあるのでだからその自分の仕事を作るっていう意味で言うとあの興味あること何でもやればいいかなと思ってましてだからまずは初めはこれかっこいいよねとかこれあのやってみたいなと世界行ってみたいよねとかいうようなことでやってみてあとはこう自分でこう能動的に動くとかそれからその仕事の定義みたいなものもねどんどん変わってると思うんで今日あのお二人来ていただいているのも従来の仕事ってこういうのって仕事だったっけみたいなことでちゃんと仕事になってるっていうのがあるんでだからそういうことでこれまでの仕事の定義とちょっと違った形の仕事っていうのがあるんじゃないかなというふうに思っているっていうのが今の考え方ですね。今日あのセッションに参加されている方はなんかこうこれからご自身でこうもっと新しい自分の仕事を作っていきたいやっていきたいという方も結構いらっしゃると思うのでなんかそういった方たちにじゃあこういうことから始めるといいよみたいなのもしアドバイスするとしたらなんか皆さんどういうお声をかけられるのかなっていうのはぜひ気になるんですけどどうですか。そうですね、いやあの先ほどねちょっとこう言ってたのはその大企業だからこうしないといけないとかそういうのもいいんじゃないのと思ってましてそもそもだから大企業だから上司から決裁もらわないとこういう仕事はしてはいけないっていうようなことがね
思い込みとしてあって、でそれって案外副業も最近 OK になりますし、その副業的にやるんだったら上司は俺の別に責任じゃないから勝手にやったらっていうこともあるし、でそういうふうに仕事のやり方自身が大きく変わってると思うんですよね。だからそういう案外今まではこれちょっと大企業の社員がやるのどうなのかって言ってるようなことももうやってみるっていうね、はい、確かにそういったのもありますよね、はい、なんか実質さんはいかがですか。私はそうですね、とにかくやり始めたことを細くなってもいいので継続することがすごく重要かなっていうふうには思っています。継続継続っていうのが難しかったり継続の仕方がなんか大事だっていうふうに言ったりすると思いますけど、いやいや、なぜそういうかというと継続がやっぱり私は一番難しいなって思ってるんですよ。というのも望んだ結果が思ってるタイミングで来るとは限らないんですよね。はいですね今のなので私は結果的に今40になったんですけど、ここまで仕事を続けて自分では例えば32、3で描きたかったキャリアが今来てるなっていう部分もすごくあるので、でも結構やめちゃうパターンが多いんですよね。いろんなことを理由に、例えば忙しさとか時間がない、まあ、あとお金がないとかいろいろあると思うんですけど、そこをどうにか続けるといろんなことが実は始められるし、つながるし、広がるなと思います。なるほど、ありがとうございます。吉田さんはいかがですか。私は思うのは人に言うっていうのがすごいやっぱなんだかんだ言って一番大事かなと思ってて、で言うって結構自分のやりたいことを整理してないと言えない、うん、まあ、言えないですよね、やっぱ言語化、はい、そこまでいけると、うん、なんか人に言っていいなっていう感じになると思ってて、それを結構こういうことやりたいんだけどっていうのを結構言い続けるとうんぐらいで終わる人もいれば、あ、面白いねって言ってくれる人もいるはずで、その面白いねって言ってくれた人とどんどん話つなげていったりするのが結構仕事になる、つながるなっていう気がしてます。それ言うってどういうところで言うんですか。なんか最近こういうの面白いと思ってるんだ。飲み会とか、飲み会とか、そう、コロナ前は結構飲み会が効いてたんですよ。飲み会でも叶うなんですけど、今だと割とこうレクチャーとか最近もやってるじゃないですか、セミナーとか、うん、すると結構似たものが面白いと思う人が集まってたりするので、だから隣に座った人に言ってみて、さあ、あの人紹介するよってなったりするんですよね。結構意外となんかそれでつながって本当に仕事になったりします。なんかお二人は どういった手段でやるのが一番こうやりやすかったと か, なんかおすすめしたいとかあったりしますか。まあ、やっぱり対面でお会いしていく中で広げていくのが一番いい仲間の集め方みたいなイメージなのかとか、うん、はい、そうですね、私は結構両方ですね。あとは人づてに誰々さんからが仕事をしていいって聞いたから声かけましたとかが結構多いですね。 SNS で実際お問い合わせいただくこともあるんですけど、どんどん知り合いから知り合いにつながっていくですね。であとは専門外の、まあ、得意分野じゃないところも大丈夫ですかって言われた時に、いや不安だなって思いつつも大丈夫ですって言って必ず受けてます。わあすごい。そこまでにある程度到達すれば絶対問題はないので、結構自分でそれこそ思い込みで専門分野を狭めてしまうというかことが結構あったりするなってい う, こう過去の事例から、それは割とあまりこう分野は問わず引き受けてますね。これ今のね、紹介されるっていうのはあれですよね、うん、普段の多分実質さんの仕事ぶりを見て紹介したいと思います。そうかもしれない。だから結構この目の前の仕事もちゃんとやるっていう、あ、 そ, うです、ね、そうすると多分この人って紹介できるよねってなるっていう、うん、その方が叶いやすいですよね。そうですよね、うん、なんか信頼が蓄積されるというか、目の前の仕事をいい加減にしてると、うん、あんまりこの人紹介してどうなのかみたいな話やっぱりなると、うんね、どうですか吉田さん今の話。どうですか。やってみたいっていう代わりじゃないんですけど、今あることはめちゃめちゃ真剣にもちろんやって、うん、まあ、それがやっぱり自分をどう見てもらえるかっていうことだと思うので、常に目の前にあることはその120出せるように頑張ろうとはいつも思ってます。でそれがつながるんだなっていうのは実感しているところです。ございます。でも今こう登壇している皆さんはご自身で事業をやられたりとか、フリーランスだったりっていう
働き方かなと思うんですけど、会社員でお勤めになった経験もお二人はあると思うんですね。でその時の動き方って、ね、私も3年働いてました。そうなんですね、はい、そういった中での仕事の作り方、その会社員としての仕事の作り方と今のお話いただいてたみたいな個人としての仕事の作り方ってちょっと違うかなと思ってまして、なんかそれぞれにコツとかみたいあるんですかね。それこそ飲み会を私はめちゃくちゃ大事にしてます。あ、そうなんですね。新潟にいたせいもあるかもしれないんですけど、で特に私報道の仕事に就いたのが入社3年目だったんですよ。なので結構風当たりが強くてですね、そんな若造に年金のことが言えるのかとか、やっぱり結構いろんなお声が正直社内でも、まあ、視聴者の方からもある中で、でも自分がやりたいことをこう実現していくためにはやっぱり巻き込んでいく必要があるので、その時に、まあ、それこそ自分が何やりたいかとか結構上司に飲みの場だったら勢いで言えたので、結構そこでいろんなこと伝えましたね。で結果お互いに距離も縮まって、すごく厳しい指摘はいただくんですけど必ずフォローをしてくれて守ってくれてたのでのびのびできました。で今私のその礎になってる言葉があって、限界はまだ先だよねっていつも言われたんですよ。何ですか素敵。さあこれでもともすると結構そのパワハラチックになるじゃないですか、まだできるよねまだできるよね。でもそうではなくて、いや本当はまだここできたよね、でまだまだ伸びしろあるからここ頑張ろう、でそれが一緒に頑張ろうっていう感じを私は常に受けていたので、全然パワハラな感じはなくてすごい信頼関係があって、そこでですかね、うん、なんかねこの大企業の中とかね、企業の中っていうことと、その企業のじゃないとこって外のフリーランスっていうのが最近あんまり変わらなくなってきたかなっていう感じもあるんですよね。それなんかどこで感じられますか。ね、大企業の中でもちょっとそういう閉塞感があるときに、こう例えば他の部署の上司と話をしてみるとか、結構その全然違うところの人とこう会ってみるとかっていうのをやったりしてたんですよね。でもそれってフリーランスになってみても同じっていうか、むしろそういうのが大事だし、むしろ大企業 の、 要は組織の中にいる人こそそういうね、なんかいろいろ新しい動きをした方がまた新しい結果につながるなっていうのがあって、はい、そうよく似てるなと思いました。プランドハプンスタンスっていう言葉があって、偶然がもうキャリアを左右していて、でその偶然に対していかにポジティブに捉えられるかでその後変わってくるっていうものなんですね。で実際にもう私は本当にその偶然をキャッチできるかで、そこをプラスに変えていけるかだと思うんですけど、その時に思い込みがないかっていうことを自分でこう通ってほしいんですよ。今これやろうとしていることは周りから見たらなんかわざわざそんなこう困難な道選ぶのって思われるかもしれないけど、自分がそこでこうやりがいがあったり幸せだったら絶対そっちの方がいいんですよ。でもやっぱり周りの目を気にしたり、もうこの年齢だからダメとか、この立場だからこれは選べないっていうのは大概は思い込みだと思うんですよね、これ自分も含めて。なので本当にその視点がここ以外ないのかどうか、それはこう自分で内省することもそうですし、誰かに話すことでやっぱり整理って進むと思うので、そんな風にしてどんどん自分らしく仕事をそれこそ作っていってもらえるといいのかなって思います。今日初めて風景をデザインするっていうような仕事があるっていうのを聞いた方も多いと思うんですけど、なんかそういう仕事もあったりとか、多分その自分ではこれ仕事にならないんじゃんみたいなものがやっぱ仕事として成り立っていくようなことが今結構起きてるっていうことが、まあちょっとでも伝わればなと思ってお話をさせていただいていて、まああとはなんかこう仕事、自分が何が大切にして何をやることがこの世界に対してなんかいいのかなっていうのが言語化できるところまでやったら、あとはもうどんどん本当に言って人と会ってっていうことをしていけば、まあなんだろうな、ちゃんと会う人がいるはずで、なんかそういう人と出会えることを信じていろいろ話していくのがいいのかなっていうふうに思いました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というセッションでした。いやー面白そうな話だったね。特にほら吉田さんの人に言うからこそそれが後につながる、やっぱりまずは言うっていうのが大事っていうのは、なるほどって思ったよね。はい、本当に言霊ってあるんだなっていうのも感じさせられました。いやー僕も直接聞きたかったな。それに
タガエミちゃんがその場を回したんだよね。もう心臓が飛び出そうなほど緊張しましたよ。あ、他にも最後私とマスターが一緒に参加したセッションもあったじゃないですか。あ、そうなんだよね。まあ話したいのは山々なんだけど、今夜はもう閉店の時間だからその話は来週にしようよ。確かに。それじゃお疲れ様でした。はい、お疲れ様。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、仕事イノベーション。仕事って何？働くって何？出演はお客様、ファミリーマートエグゼクティブディレクター CMO 兼マーケティング本部長足立光、フリーアナウンサー実石あずさ、葵ランドスケープデザイン主催吉田葵、常連さん、フジテレビチーフビジョナリスト清水俊博、カーマインワークス合同会社代表、サンドレット株式会社 EVP-CVO 兼 CMO 深田正則、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。